なんか BTS が日本で4枚目のアルバムをリリースしたみたい。そのアルバムではメンバーが作曲に参加したり、ヒット曲の日本語バージョンが収録されてるみたい。誰も興味ないよね。なんでこの話題を取り上げてるのかというと、なんか BTS が日本語で歌うことに韓国人が怒ってるようで、そんな韓国人激怒の様相を伝えようと思ったんだよね。なんか韓国では日本語の歌を歌うのは売国行為という声が上がっているようなんだよ。 BTS は米国に進出するときも英語の正規アルバムを発売しなかったけど、日本でだけは日本語の歌詞で構成されたアルバムを発売しているみたいで、これに反日感情を持った韓国のファンの一部は絶えず問題提起をし、日本語の歌詞の歌を歌わないでほしいと主張しているみたい。国民が政府に対して要望を書き込める青瓦台国民請願掲示板にもこの話題は登場していて、 BTS は日本語アルバム発売を中断しなければならないという請願は大いに注目を集めたんだって。請願者当人曰く、所属事務所は日本語バージョンを要求する日本エージェンシーに振り回されて日本語アルバムを出しているとし、 K-POP が日本語バージョンに編集されればその意味が歪曲され日本に文化的屈辱をするようになると声を荒げてるみたいだね。政府に要望するってさすが韓国だね。他にも日本語のアルバムには本当に怒りを感じる。日本語のアルバムは K-POP のアルバムではなく J-POP のアルバム。これが親日や売国でないならなんだというのかとし、日本語のアルバムを出す芸能事務所への政府支援を禁止することを主張する請願人もいるみたい。 BTS が日本語で歌うことに多くの韓国人が批判的な感情を抱いてる現状があるみたいだね。でもね、日本人だってBTS が日本に来ることを煙たがっている人がわんさかいるんだよね。ということは、BTS が日本語で歌うことや、日本に来て歌うことをやめたら、すべて解決するんじゃないの？それだったら、日本人も韓国人も納得するでしょ。でもね、なんでこうも BTS が日本で歌を歌ったりアルバムをリリースするのかというと、なんか韓国人は違法ダウンロードする人が多いみたいで、あまり CD を買わないらしいんだよ。それに比べて日本人はちゃんと買ってくれる。だから BTS は日本での音楽活動に力を入れてるんだと思う。まあ要するにお金なんだろうね。反日感情を抑えてまでお金のために日本語で歌う。辛いだろうな。やめればいいのに。なんか朝日新聞の情報ではBTS って世界の様々なチャートで1位を取ってるんでしょ？それだったら嫌いな日本でわざわざ稼がないで他の国でやればいいのに。世界の様々なチャートで1位なんでしょ？なんでそんなに日本に固執するの？日本人はまだ原爆 T シャツのことは忘れてないから、日本を都合のいいように利用しないでください。よろしくお願いします。